あ、でももう行きますか、あれね、トミチョイ行きますか。トミチョイ行きますか。さあ、明日の東海ステークスのトミチョイはこちらです。はい、鉄板級1番人気と2番人気、0% 中2周以内池添え機種です。はい、詳しく教えてください。はい、あのですね、まずこちら鉄板級1番人気と2番人気ですけども、過去10年の東海ステークスで馬券に絡んだ30頭の人気チェックしてみましょう。1番人気が圧倒的に強く5勝2着2回、3着2回で勝率 50% 連帯率 70%、うん、馬券圏内率に至っては 90% なんです。そして2番人気ですが、1番人気には劣りますけど、ここ5年に限定すれば3勝2着1回と1番人気を上回る成績なんです。うん、まあ、東海ステークス1番人気、2番人気は消せない感じです。東海は、はい、そう、オメガギネス、うん、そして2番人気はちょっと割れてるかな。ビクティファルスなんだ今。ビクティファルス、ね、今日はだからウィニングでもね、そうです ね、取り上げましたけども、それがちょっともしかすると人気になってるかもしれない。VTR にキャプテンさんも出てたということで、 V を見て、そういうことで、 V を見て、 V を見て、先生のね、必ずそうとは言い切れません。はい、続きまして 0% 中2週以内ですけども、過去10年で東海ステークスで連帯した20頭の前走との間隔チェックしてみましょう。うん、前頭が中3週以上で中2週以内の馬は1頭もいなかったんですね。うん、ちなみに中2週以内だと3着も2回のみなので、馬券の中心はこの条件を、ね、クリアしている馬から選ぶのが良さそうです。うん、以内ではないです。はい、中2週以内だとミッキーヌシバナ、ビヨンドザファザー、ペプチドナイル、ブラックアイメントが危険なんだよ。感覚が詰まってるとペプチドが来ないんじゃ困っちゃうもん。でも分からない。連帯 0% なら嫌ってみる手があるってことですね。はい、さあ、そして最後の池添騎手ですけども、過去5年の京都ダート 1800m の成績は12勝で8位なんですけど、うん、単勝回収率は 169%、 ベスト10の中ではダントツですので、まあ、勝負強い池添騎手狙ってみる価値は大ありだと思います。さあ、ビクティファルスはね、まだダートでそこを見せていないですからね。なるほど、弟さんの厩舎で気合も入ってそうですから楽しみですね。はい、キャプテンさん、はい、池添調教師の話聞いてきていかがでしたか。うん、まあ調教師の先生はね、何もわからないんですよ。私はもうかなり取材をやってる方ですけど、何かを読み取れたことは一度もないですね。なるほど。やっぱりそこはやっぱもうプロですから、向こう、ポーカーフェイスっていうかね。ああ、なるほど。いや、わかんない。そうなんですね。はい、ご苦労様でした。続いていきましょう。